よーかち、こちゃこんばー、タイポンです。今日は FIFA に関する質問コーナーの回答をやっていこうかなと思います。この間 YouTube のコミュニティの方でね、皆さん質問ありますかと言ったらたくさん質問いただいたので、その中からね、答えれるもののみをちょっとピックアップして回答していこうかなと思います。すごいね、多くいただいた質問で、なんかディフェンスのコツを教えてくださいとか、なんか UT の進め方、アルティメットチームの進め方を教えてくださいとかあったんですけど、それはちょっと今回ね、まあ、この動画では答えません。まだ、ね、FIFA 20出てないので、俺もやったことないので、どんな感覚とか、どんな感じなのかまだ分かってないので、そこら辺の FIFA 20ではどういう感じになりますかとか、プレイ面のこととかでね、そういうのはちょっと分からないので、プレイ映像とかね、見ましたけど、実際自分でやってみないと、正直こういうのって分かんないじゃないですか。まあ、そういう憶測で喋りたくないので、そういう質問もちょっと今回は答えないでおきます。で、ディフェンスのコツとかに関しては、まあ、FIFA 20発売されてから、まあ、出してもいいかなって思うんですけど、俺、正直、上手くないので、FIFA というゲーム自体そこまで。まあ、なので、前からね、俺の動画見てる人はわかると思うんですけど、俺結構そういうテクニック系っていうのかな。ディフェンスはこういう風にやった方がいいよとか。なんか攻め方はこういう方がいいみたいな動画って出したことないんですよ。それなんで出してなかったかというと、自分が上手くないからというので出してなかったんですけど、本当に超初心者の人向けだったら出してもいいかなとは思うんですけど、まあそこら辺はちょっと皆さんはどうですかね。俺はなんかちょっと嫌なんだよね。俺上手いぜみたいな感じになるのが嫌なんで、今まで出してなかったんですけど、まあ FIFA 20ではちょっと少しぐらいは出してもいいかなと考えてます。はい。ってことなんで、じゃあ早速質問回答していこうかなと思います。FIFA って操作難しいですか？ウイレより全体的に操作は簡単ですか？ FIFA はウイレと操作同じですか？このね、操作系の質問って、もう毎年毎年もずーっと聞かれますね。これは FIFA をサッカーゲームとして初めて買う人もまあもちろんいると思うんですけど、まあ、大体の人がまあウイニングイレブンをやってて FIFA に乗り換えてって感じだと思うんですけど、正直操作は慣れです。別にサッカーゲームじゃなくてもいろんなゲームに置き換えられるじゃないですか。初めてやるゲームで最初からねすごく上手くてうわーなんてさないじゃないですか、基本的に。まあだんだんこうやっていって慣れていくっていうのが、まあそれが多分人間なんで。難しいですかって言われたら、俺はもうすごくずっとやってるから全然難しいと感じないですよね。逆に FIFA とウイレだったら、まあウイレの方が難しく感じちゃうんで、俺はね。だからそういうことですよ。まあでも、俺も今、ウイニングイレブンの体験版2020やってるので、もうなんか操作難しいとか思いませんけど、まあでも、FIFA に比べるとディフェンス難しいなとかやっぱ思ってるので、結局慣れなんで、まあこれ本当にね、もうどんなことにも置き換えられるよね。初めてやるのはやっぱそれはもう難しいですよ。やっぱ慣れです。で、FIFA はウイレと操作同じですかということなんですけど、まあまるっきり同じにすることはできない。俺の友達も FIFA 派なんですけど、もちろんみんなウイレから FIFA になったんで、俺の友達とかは完全にコントローラーをウイレ仕様にしてますね。で、ちょっと今操作方法のね、ことを話しましたけど、これにちょっと直結するのが操作感、選手のこう動かした時の操作感。操作感はもちろん別のゲームなんで全然違いますよ。びっくりするぐらい。同じサッカーってだけで、もうまるっきり別のものなので、なんか試合スピードも全然違いますからね、もう。FIFA はもう結構速いですね、試合スピードは。よく生放送とかで FIFA やってると、なんか試合スピード速いですねとか言われるんですけど、なんかまあそれが普通なんですよね、 FIFA だと。多分そういうのもあって最初はちょっと変な感じするかもしれないですね。まあ、だからなんか数試合だけやってなんだこれってなるんじゃなくて、まあ、どっちかというとやっぱ本当に繰り返しこうバーってやっていって、スキルとかもね、自分の好きなタイミングとかで、まあ、パッとできるようになったりとか、その時にFIFA の面白さっていうのが多分わかると思います。まあ、最初からねFIFA の面白さわかるパターンもあると思うんですけど、またねウイレとはちょっと違う感じなのでね、 FIFA っていうのは。さあ、そして次の質問なんですけど、ちょっと操作方法に関連してるというか、コントローラーの配置はどんな感じですかということなんですけど、 FIFA にプリセットが存在してて、まあクラシックニューコントローラーかニューコントローラーかちょっと忘れちゃったけど、まあそれと、あとなんか2ボタンってやつと、なんかまあもう一つあったような気がするんだけど、まあそういうのがあって、で、クラシックだとシュートボタンが丸なんですよね。まあそれでやってる人なかなかいないと思うんだけど、大体の人がウイレから FIFA に来てるんで、俺はクラシックってやつは使ってないですね。ニューコントロールってやつ。ニューコントローラーか。ニューコントローラーっていうのでやってます。まあそれは、シュートボタンは四角で、で、走るボタンが R2 です。ウイレは R1 だよね。で、その他は、まあ一緒かな。で、唯一違うのが、セカンドプレイヤーのプレス。自分が操作してない選手が、こう、ディフェンスの時に、プレスに行くボタンがあるじゃないですか。まあ、ウィニングレブンだと、四角かな。FIFA だと、R1 なんですけど、守備時ね。まあ、そこも変更することできます。だから、四角にすることできるし、自分にカーソル合ってる選手は、普通にバツボタンで、FIFA も、バーって行くことできますかね。
まあそれあんま使うことないですけどね、基本的に。ちなみにコントローラーのこの配置っていうのはウィーリよりも FIFA の方がめちゃくちゃ細かくカスタマイズすることができます。本当に自分仕様のコントローラーの仕様にすることができるっていう感じですね。普通の人が多分そんなに何もほとんど何も変えずにやってると思うんですけど、まださっき言ったように一応コントローラーは完全にウィーリ仕様にすることはできます。まあ、ウィニングイレブンも一応コントローラーのカスタマイズっていうのができるんですけど、攻撃時と守備時でこう分けて配置のカスタマイズっていうのができないんですよね。で、俺本当はディフェンスの時に R1 でセカンド選手のプレスやりたいんですけど、それを四角と R1 入れ替わっちゃうとシュートも R1 になっちゃうんですよね。まあ、そこはちょっと若干不満点ではあるんですけど、まあ、FIFA だとそういう細かい操作の配置ができると。いう感じになってます。それじゃあ次の質問です。オンラインで一番強いまた一番人気のフォーメーションは何ですか？一番人気一番強いフォーメーションは4231ですね。みんな4231使ってる。オンラインでもう世界大会でもみんな4231。ちなみに俺は4231使ってません。41212を使ってます。やっぱ4231一番人気だけど、あと442とかも人気ですね。あと4222とか。まあ、あれも、まあ、422は442とほとんど変わんないけど。で、個人的には4121にめちゃくちゃ強いなって思ってます。まあ、正直、フォーメーションって、合う合わないあるんで、強い人がね、使ってるから強いっていうわけじゃないんでね。自分に合ったフォーメーションが一番いいんじゃないかなと思います。じゃあ、それでは次の質問です。今年はウィーリからFIFAに乗り換えようと思ってます。スキル、過去フェイントなどの操作に慣れまで時間がかかりそうなんですが、それでも楽しめますかということなんですけども。まあ、これもさっき操作方法のちょっと慣れの時間とかのちょっとそこに関わってくるところなんですけど、もちろん楽しめると思いますよ。むしろ人間ってこう、自分がこう成長していく過程で、まあ、めんどくさいとこもたくさんあるけど、まあ、そこが面白いとこでもあるじゃないですか。その昨日できなかったことが今日できるようになったとかさ、まあ、できなかったことができるようになったっていうそこの喜びってやっぱ何者にもこう変え難いものだと思うんです。まあ、これがたとえゲームだったとして、まあこれはもう正直どっちにも言えるけど、ウィーリも FIFA もそうだし、他のゲームとかもまあスポーツとかでも何でもそうだけど、まあ投げ出さないことが一番大切なんじゃないですか。まあ、結局自分の思い通りにこうなんか動かなかったらイライラしたとかするわけじゃないですか。その自分が思い通りに操作するには自分がちょっと上達するしかないので、まあ、その先にめちゃくちゃ楽しいというところが見えてくるだと思います。まあでも失敗とかはめちゃくちゃしてても、まあ、楽しいって思える瞬間ってすごいたくさんありますけどね。別に FIFA とかじゃなくても下手でも全然楽しめることってたくさんあると思うんで、まあそれも FIFA にも全然言えると思います。そして次の質問です。 FIFA のキャリアモードがウィレのマスターリーグに当たるもので間違いなかったでしょうか？ウィレのマスターリーグでは試合を監督モードでできますが、 FIFA ではそんなものがないのでしょうか？自分で操作するものステッキモードがないでしょうか？ということなんですけども、今全く何も言えてませんでしたけど、まあここ画面に出してるから問題ないと思うんですけど、マスターリーグに当たるもので間違いないです。そして監督モードっていうのが FIFA には存在しなくて、もう自分で操作するかスキップ的なものしかないんですけど、欲しいですよね、そういう監督モードみたいなね。選手キャリアだとね、こう交代された後にもう残りの試合をシミュレートするか観戦するかで観戦あるんですけどね、自分が監督になるキャリアモードではないっていう感じになってます。ちなみに FIFA 20では分かんないですよ。19まではそうだったけど、いや、20では分かりません。それは。あるかないかは。それじゃあ次の質問です。FIFA の購入する決め手は何ですか？私の場合はライセンスや演出を重視しています。特に近年セリアを除くヨーロッパ5大リーグに関しては放送演出などを含めてかなり現実のテレビ放送に近くなり、そこに魅力を感じています。ということなんですけど、まあ購入する決め手っていうのはね、人それぞれだと思うんですけども、俺の購入する決め手は、もちろんライセンスもありますよ、その中に。でも一番はやっぱ試合感かな。まあ不満もありますよ、もちろん。試合感に関しても、他のことに関しても。まあそれでも、まあ、試合の内容が面白いからですかね。まあライセンスももちろんその中に、大半を占めてますけど、まあ、FIFA の方が個人的には気持ちいいですね。なんかやってて。どっちも面白いんだけど、気持ちよさで言ったら FIFA の方が気持ちいいんですよね。だから FIFA やったことある人はわかると思う。まあスキルで、こう、ババって抜いて、まあオナドリだよね。要するにオナドリなんかめっちゃブワーってして、とかなんかスキルでこうなんかボレーでボーンとか、まあそういうところが多分なんか決めた時のこう爽快感とか気持ちよさに繋がってってんのかな。FIFA も言っていろんな戦術があって、いろんな戦い方があって、人それぞれこう、どういう試合展開にするかっていうのは全然違うから、まあ俺の場合はもう、まあ崩したりもするけど、結構パン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 っていきたいタイプなんで、まあそれがウィーリよりも FIFA の方がやりやすいっていう感じですかね。まあウィーリもできなくはないですけどね。できなくはないけど、なんか FIFA のが簡単にできるように感じます、俺は。まあそういうのも含めて FIFA を毎年メインではね、FIFA を購入してます。まあウィーリも購入してますけどね。それじゃあ次の質問です。ぶっちゃけある程度 FUT 楽しみたかったらどのぐらい課金した方がいいのか目安をお願いします。全然課金したいと思っているので、課金したいと思っているのかな、こっち間違えちゃったのかな。正直な額を聞きたいですということなんですけども、まあ課金しなくても楽しめますよ。もう本当にどんどん無課金の人に優しくなっていってます。俺18から UT 始めたんですけど、18の時は、
まあ、スカットバトルっていうのとウィークエンドリーグっていうので毎週2回こう報酬パックを引けるタイミングがあったんですけど、19になってからそれは3回になって、でしかもその内容もね大切じゃないですか。その内容もちゃんとやればそれなりにいいパックがちゃんともらえるので、19はだいぶ無課金の人に優しくなった仕様になったんですよ、18に比べたらね。でなおかつ20になったらねバトルパスシステムも入ったりとか、もちろんディビジョンライバルっていうのとスカットバトルっていうのをウィークエンドリーグっていうので、この3つで週に3回報酬がもらえると。どうもこんにちは。怖いんだけどどうしたの、シリがいきなりなんかどうもこんにちはとか言い出したんだけど。 UT は転売っていうのがありますので、まあ転売でみんな無課金勢の人はやってますね。正直転売が上手くなれば、まあ大体コツとか掴み出したら課金してる人よりも稼げます。まあそれがあるんで、まあそこの知識を増やせばねかなり有利になります、このゲームは。ちなみに俺は転売はやってたことありますけど、あんまりやってないので知識がほとんどないに等しいです。仕組みとかは全然わかりますけどね。全然課金したいならもう課金しちゃっていいと思います。俺もねゲームへの課金っていうのはもう躊躇なくいっぱいするんですよ。別に FIFA じゃなくてもね、スマホのゲームとか FIFA は課金って言っても、ね、タイミングがあるので、まあ、そのタイミングについてはまた動画別途ね出そうと思ってるんですけど、まあ、一つ言えるのはみんな開幕大体課金しますね。俺も10万か20万開幕に課金しようかなと思ってます。でなぜ開幕課金がいいのかっていうのをちょっと話しとくと、最初ってそのみんながねその大会とかで使い出す選手がまあ安く買えるんですよね。まあ安いって言ってもロナウドとか強い選手は高いですよもちろん。まあそういうのじゃなくても、まあそれなりにちゃんとこうスカット入れ込みそうな選手っていうのがやっぱある程度わかるんで、まあそういう選手たちを買っとくと、ウィークエンドリーグって大会が始まった時にその選手たちの値段が5倍とかに跳ね上がってんですよ。例えばね5万コインで買った選手が20万とかになる可能性とか全然あるので、まあ、そういうので有利なんですよね。結局コインをいっぱい稼がないとこの選手欲しいなって、強くてこの選手欲しいなっていう選手とか買えないので、まあ、そういう目的でみんな開幕に課金してます。まあ、最初から強いスカットを作るぜというよりかはその目的もあるけどね、もちろん。まあ、要するに転売ですよね、これも。安く仕入れて高く売るみたいな、まあ、それを開幕が一番やりやすいよっていう、みんな開幕課金します。そして次の質問です。ウイレに劣ってると思う部分を教えてください。グラフィックだと思います。それじゃあ次の質問です。バルセロナ B ってないのですか。バルセロナ B はないです。3部リーグなんでね、バルサ B は。18はバルセロナ B は2部にいたので収録されてるんですけど、今のところ1920とねバルセロナ B は2部に上がれてないので収録されてないです。そして次の質問です。今作 FIFA 20で、ジョアン・フェリックスとかデヨングとかラリーガの若手はこういうフェイスになる可能性ありますかということなんですけども、ジョアン・フェリックスに関しては、まあ、アトレティコ の公式ツイッターで FIFA 20でこうスキャンされましたよっていうのがもうつぶやかれてましたのでね、あとメニュー画面にジョアン・フェリックス登場するので FIFA 20はねこういうフェイスになります、間違いなく。でちなみにデヨングなんですけど、デヨングはマジでわかんないっす。なんか FIFA ってこういうフェイスになる選手とか、なんかバグでこうみんな顔が同じになったりするんですよ。もうスキンヘッドのザ普通の顔みたいな感じの顔になるんですけど、なんかデヨングがそうなってたっぽいんで、こういうフェイスになる可能性はあります。ただスキャンじゃなくてカスタムこういうフェイスだと思う、もしなったとしても。デヨングに関しては本当に何とも言えません。なるかもしれないしならないかもしれないしっていう感じです。そして次の質問です。選手の特性で CPU AI のみのものは自分が操作するときは完全に無効ですかということなんですけども、この特性は完全に自分が操作するときは関係ないです。そして次の質問です。これまでウィレしかやってなかったんですが、FIFA の良さとか教えてもらえると助かりますと。まあこれはちょっと人それぞれね、良さどこがいいかっていうのはやっぱ変わってくると思うんですけど、俺ので良ければ良さ言いますけど、俺はまあライセンスもちろん、あとはスキルの豊富さ、試合で使う、しかもそれがこう動作が遅くない、まあ、あとは遊び心があるモードがウィレよりも圧倒的に FIFA の方がありますね。まあ例えばハウスルールとか、今作で言うとボルタモードとかね、去年とかで言ってもザジャーニーとか、やっぱそういうモードはウィニングレブンにはないので、まあそういうとこはやっぱ FIFA の良さなんじゃないかなと思います。でまあボルタモードとかハウスルールとか、まあウィレしかやってこなかった人にはちょっとどういうことっていう、何のこととか分かんないかもしれないですけど、このねボルタモードとかハウスルールとか、まあ、そういうのをちょっと詳しく説明した FIFA 10の最新情報の動画とかありますので、ぜひそちらの方ご覧ください。カードと動画の概要欄に入れとくので、特にボルタちょっと見てほしいですね。ボルタはもうウィレとか FIFA とか関係なく、もうサッカー好きな人、フットサルとかもうストリートとかもそういうスキル系が好きな人はもうみんなにやってほしいゲームだと思います。まあ、なのでぜひ見てもらえるといいかなと思います。情報を知っとくか知らないとかじゃね、全然違いますからね。そして次の質問です。スイッチとプレイステーション4ではやはり画質の差もありますし、レガシーエディションしか出ないスイッチにも PS4 のがおすすめですよねということなんですけども、もちろんプレイステーション4のが圧倒的におすすめです。はい。まあスイッチもスイッチでね、メリットはありますよ。その外でできるとか、
そういうメリットありますけど、その他には正直プレイステーション4の方が圧倒的にいいかなと思います。あの今作目玉のボルタもね入らないので、あのマザージャーにも入ってなかったしね、まあ、そういうとこもありますので圧倒的にプレイステーション4の方がおすすめなので、余裕がある方はプレイステーション4を買ってプレイステーション4の FIFA を購入しましょう。しかも無料のゲームとかもいっぱいありますからね。そして次の質問です。ウィレディウマスターリーグ的なので、新人選手は現役引退選手の転生みたいなのが出るんですかということで、これキャリアモードですね。キャリアモードで、まあ、転生選手は出るのかということなんですけども、転生選手は実は出ます。これね意外と知らない人いるんですけど、まあ、マスターリーグは転生あるからいいよなみたいな話してる人がなんかコメントとかで前あったんですけど、ありますよ FIFA にも転生は。知らなかった人いるでしょ、本当に。あるんですよ。俺もこれ言って2年前ぐらいまで知らなかったんですけど、あるかーいと思って。俺も転生好きだったんで、ウィレのマスターリーグでね。まあ名前とフェイスとかは違うんですけど、ユース選手、あの発掘のところでそういう選手発掘することができると思うんですけど、言うならメッシとかね、クリスティアーノ・ロナウドとか引退した後、もう使えねえじゃんみたいな思うんですけど、一応使うことはできます。まあ身長とか、あの体重とか、そういうとこが一緒なのと、あとポテンシャルでわかるみたいですね。そして次の質問です。フロサポなんですが、FIFA で J リーグを楽しめますかということなんですけど、川崎フロンターレサポーターの方ですかね。もちろん楽しめると思いますよ。しかも J リーグの中だとね、川崎フロンターレはこういうフェイスの数がまあかなり多いので、まあ小林優とかねめちゃくちゃ似てますからね、普通に楽しめると思います。まあ楽しめないってことは全然ないと思います。そして次の質問です。ザ・ジャーニーをやるために FIFA17 と18を今から買うのってありですかということなんですけども、ジャーニーをやるためだったら17と18買うよりは EA アクセス入った方がお得かなと思います。 EA アクセスは月額540円で1ヶ月だけで大会できるし、多分1718買うってなったら540円以上かかるのかな。まあでも1000円ぐらいかかるのかな、2つ買うんだったら。だったら EA アクセス入った方が、まあ、最強にいいと思います。まあ、EA アクセスでは、まあ、FIFA 過去シリーズダウンロードできるし、まあ、その以外にもね EA の出してるゲームほとんどねダウンロードすることできたら楽しめるし、でなおかつ FIFA20 をね FIFA20 の方を9月19日からプレイすることができるという、まあ、10時間限定というそういうあの限定的なものにはなってるけど、まあ、最速で製品版を遊ぶことができるの でしかもダウンロード版でねもうすでに買っていて E アクセス入ったら 10% 分の割引が返ってくるので、 E アクセスはマジでおすすめですけどね。入るの俺はもうすでに入っているんですけど、ビニシウスジュニオルさんがちょっと UT で課金するとかはちょっとわかんないですけど、あのまあ UT で課金するときも FIFA ポイント買うときね、 FIFA ポイント買うときも全部 10% 引きで買えることができるので、もう圧倒的におすすめですけどね E アクセス入るの本当に。まあ、あと APEX とかApex やってる人いるどれぐらいいるかわかんないけど、 Apex のあのコインも課金するときも 10% 引きで買えたりとか、そういう特典がたくさんあるので、1718買うんだったら E アクセス入った方がいいと思います。ちなみにプレイステーションストアで入会することができます。それでは次の質問です。アルティメットチームが面白いんだろうけど難しい気がして面白さがわからないので、アルティメットチームの魅力を教えてくださいということなんですけども、アルティメットチーム難しくないです。はい、正直バカでもできます。バカな俺でもできてるんで、うん、できます。もちろん最初はわかんないですよ。わかんないことたくさんありますよ。それはね初めてやるゲームだったし初めて知る仕組みなので、それは分かんなくて当たり前ですよ。そっからねどんどん学んでいくっていうのがやっぱ面白かったりとか、知を深めていくのが面白いんでね、まあ、最初からいろんなことが全て把握できてたらもうそいつは神かとやっぱ言いたくなりますけど、あの難しくないです。めちゃくちゃ単純ですよ。アルティメットチームはもう超簡単に言うと、報酬でパック引いて当たった選手をまあ売ったりして、その売ったお金で自分のまあ欲しい選手とかを買ってスカットを作って試合する以上、もうそれだけ。簡単に言うとだよ、めちゃくちゃ簡潔に超簡単に言うと。まあそれ以外にもなんか細かいことありますよ。なんかそのチームケミストリーとかケミストリースタイルとか、もちろん掘っていけばかなり奥が深いゲームにはなっているんですけど、全然難しくないです。で今はちょっとこの全てを説明することはできないので、もしよかったらこのアルティメットチームはこういうモードだよとか、こういう風に進めたらいいよっていう動画は去年出してるので、まあ、もちろん今年も出そうと思ってるんですけど、去年のでも全然予習として見れるので、その動画も今このカードと動画の概要欄に入れておきますので、ぜひそちらの方確認してみてください。でアルティメットチームの魅力なんですけど、魅力を言うと、まあ、やっぱ移籍市場ですね。選手を売ったり買ったりするそのシステムはやっぱり魅力だと思います。あとは報酬の多さ、これ魅力だと思います。スカットバトルの報酬、ディビジョンライバルズの報酬、ウィークエンドリーグの報酬で3つで、合計で言うと、まあ、それなりにちゃんとやれば、まあ、7パック8パック
ック9パックとか引けるのかな、1週間で。そこでね、選手が当たる当たらないっていうのは完全に運なので、もう一つ魅力見つけた。たとえ強い選手じゃなくても移籍市場で売るときに高い選手がいるんですよ。それ魅力ですかね。まあ、それなりに強い選手が当たらなかったとしても、結構強い選手と同じぐらいの価格で売れる選手とかも中にはいるんですよね。まあ、価格もどんどん変動していくので、日々あんまりこう強くない選手とか人気ない選手でも高く売れたりとかするのも、まあ魅力じゃないですかね。でもう一つ魅力は、まあ、特殊カードがいっぱい出るっていうのも、まあ一つの魅力だと思うし、でなおかつ、まあ、もう引退する選手とか昔すごい強かった選手とか、まあ、そういう選手たちがこうちゃんと全盛期の能力で輩出されたりとかするんですよね。しかもそれがパックから輩出とかじゃなくて SBC っていう、まあ、チーム編成チャレンジっていうのもあるんですけど、まあ、それで自分でこう作ることができる選手で獲得ができるんですよ。まあ、今作で言うとフェルナンド・トーレスとかロッペンとかイニエスタとか、まあ、J リーグ組で言ったらポドルスキとかビジャとか、まあ、そこら辺の選手が全盛期の能力で輩出されたりとかしてます。まあ、イブラとかもね今作出てますね。あとリベリーとかか、その他にもね、いろいろいっぱい出てます。クラウチとかね、クラウチね引退しちゃいましたけど、まあ、そういう選手が全盛期の能力で出て使うことができると、まあ、それは本当ウィニングレムには絶対にないものなので、かなり魅力的だと思います。そして次の質問です。2019で FUT 無課金でやっててレート平均が87まで来たんですけど、無課金だとどれぐらいいけば上出来ですかね、ということなんですけども、レートは気にしなくて大丈夫です。はい、高ければ高いほどいいとかいうわけじゃなくて、むしろみんな下げたがってますからね。下げたがってサブに弱い選手入れてわざとレート下げたりとかしてますかね。レート下げって言って、なんでレートは関係ないので、気にしないでいきましょう。中身の選手が大切です。レートが低くても強い選手っていうのはたくさんいるので。そして次の質問です。 J リーグのスタジアムとかは搭載されないんですか、ということなんですけど、 J リーグのスタジアムはパナソニックスタジアム、ガンバ大阪のホームスタジアムですね、あれのみ収録されております。ちなみにウィニングレブンは J リーグのスタジアムは、まあ、日本代表と浦和レッズのホームスタジアムで、埼玉スタジアムかのみ収録されているということなんで、まあお互い両作とも一つずつしかね一つずつ、ちょっと言えなかった、ここ言えねえな、が収録されているっていう感じです。そして次の質問です。2020から FIFA 始めます。無課金でやろうとしてますが、ノーマル選手しか入手できない気がして心配です。1年間ずっとノーマル選手なのかと思うとやる気が失せます。無課金でも強い選手入手可能ですかね、不可能ですか。3000や5000課金するだけでもだいぶ強さ変わるんですかね、という質問いただきましたけど、まあ UT をやろうかなということなんですかね。ノーマル選手しか入手できないってことは 100% ありえないです。無課金でそれどんなやり方してるんだっていうか、ちゃんとやってないですね、そういう人は。普通にちゃんと無課金でも1年間バーっとちゃんとやってれば、全然アイコン選手とかも使ってる人いますからね、無課金で。全然てか、むしろ無課金の人の方がスカッと強いとかあるからね、普通に。まあそれはその人の努力もあるんですけど、それやっぱ転売とか多分してるんだろうけど、まあ、それが面白いところなんですよね、アルティメットチームの。まあ、課金した方が楽なんですよ、そりゃどんなゲームでもそうでしょう。まあ、でも努力して強くなることもできるっていうのがやっぱアルティメットチームのいいところなんで、今思ったらやっぱウィニングレムとちょっと違うところですよね。ウィニングレムは FP でも課金しなきゃ絶対入手できないものですけど、無課金の人がねどうあがいて頑張っても、まあ課金しな、まあでもまあ無料でコインもらえるけど、まあちょっと限度があるじゃないですか、言うて毎回毎回はその引くことはできないじゃないですか。まあ、そういう意味ではめちゃくちゃ時間とか労力使うけど、無課金でも本当にアイコンだらけとか一番強いクリスティアーノ・ロナウドとかね、まあ、中にはそういう人買える人もいるので、まあ、それはちょっと極端すぎるけどね、そこまでいかなくても全然クリスティアーノ・ロナウドとか持ってる人とか普通にいるので、無課金で。あとちなみにノーマル選手だからダメとかいうのはないですからね、もうある程度の期間まではもう全然ノーマルまで、ノーマル選手の方がむしろ強いっていうのが全然ありますからね。本当最後の方だけです、もうなんかノーマル選手全然使ってなくて、もうみんな特殊カードみたいなのは、まあ、最後の方は無課金の人でもそうなりますからね。で3000、5000課金作業だいぶ強さ変わるんですかね、ということなんですけども、まあ少しは変わりますね。基本的にで1万円課金したら、まあ、大体10万コインになるっていう考えてもらっていいんですけど、まあもちろん運が良ければもっとなりますよ。10万、20万、30万って。仮に何も当たらなかった場合、1万円課金したら10万コイン なので5000円課金したら、まあ、約5万コインぐらい、運が良ければ10万コインもっといくけどっていう風に考えてもらったらいいかなと思います。まあ、なのでそういう意味では5万コイン10万コインってまあ割と序盤とかからしたら相当な差なので、だいぶ強さ変わるかって言ったらちょっと分かんないけど、まあ、少しは変わりますね、有利にはなれます。そして次の質問です。いつも通り日本代表は収録されないんですよね、なんでなの、ということなんですけど、これはもうウィニングレブンがライセンスを契約してるからというところですかね。そして次の質問です。今から FIFA を初めてプレイをしようと思ってるんですけど、1機を買うか2機を待って買う、どっちがいいですか。ちなみに売りしかやってないので FIFAの使用感はわからないです、ということなんですけども、これさっきも言ったけど、 e アクセス入った方がいいです。だったら、はい、e アクセス540円で入って
って1回で19をまあダウンロードして、まあ1足とかも全部できるから、それもダウンロードしてみて20買うんだったら、まあもしダウンロード版で買うんだったらね 10% 安くなるので、まあそれで買うとか、まあそういういろんなことができます。なのでいいアクセス入った方がお得なんじゃないかなと思いますけど、まあそれは嫌だったらまあ19全然買ってもいいんじゃないかなと思います。もうでもあともうすぐ体験版も出るし、20待って買った方がいいのかな。まあどうしてもやりたいんだったらいいアクセス入るがいいかなと思います。でこの体験版までのちょっと19やってみて、まあ慣れるまでやってみてとか、それがいいんじゃないですかね。はい、っていうことなんで以上で質問終わりになります。もう結構答えましたね。まあこれ以外にもまあ答えきれなかった質問とかもたくさんあるんですけど、今言った中とか以外で何でもいいです。細かいことでも何でもいいんですけど、まあウィニングレムと FIFA でここはどう違うのとかでも、それでもそういうのでも全然構わないですけど、まあこのコメント欄にね書いてくれたら、俺がそのコメントに返信したりとか、まあ、返信できるものはね返信しようかなと思ってますので、ぜひねコメントの方にもこの質問コーナーなかったものでね、ぜひぜひ記入してみてください。でもう一つね、これ生放送で聞かれるやつで、 FIFA には紙データないのっていう質問まあ割と来るんですけど、紙データはありません。なんでないかっていうと、 FIFA に紙データっていうの必要なかったんですよね。まあ、今作だから強いて言うとユベントスだけまあそういうのできたらいいなっていう感じですけど、まあ選手も別に実名だし、まあそこがよあればまあとりあえずいいかなみたいな人が割と多いので、まあ俺はあればね、それはもちろん本物のユニフォームにしたいですけど、まあでも正直必要ないですからね、FIFA に紙データは。すべてね、ちゃんと収録されてるので、正規なもので。まあ一応この質問ね、ちょっと多かったので、答えておきました。はい、っていうことなんで、まあ FIFA 20もう少しでね、発売されるということなんで、まあとりあえずね、最新情報とか、ね、まだ見てないよって方、俺もう ほとんど最新情報出してるので、ぜひそちらの方をご覧ください。まあそれでね、情報を得ることができるので、まあさっきも言いましたけど、情報知ってるのと知らないのじゃ全然ね、いろんな面で違うと思うので、ぜひね、見てほしい。はい、それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画だったと思ったら高評価、まだチャンネル登録した方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイオニー。